しょ、はい、パ夜のピッタパテモソでございます。というわけで本日はスーパーでピンとこいクソ安かった一番安かったミニピザを上にチーズを乗せて焼きました。はい、焼きましたっていうか焼いたやつにチーズ乗っければさらにこのバーナーで焼いたという感じでございます。そして朝日のおてこ TV さんからいただきましたこの山しそワインプレミアムイバーバレーの、うん、山しそソルトの入っている山しそワイン山ぶどうワイン塩とか山ぶどうなんかどうなんやろな、ちょっとわかんないですけど、これをいただきましたね。これを飲みながらね行きたいと思います。タバスコ、タバスコかけよう。このね、ちょうど誕生日にもらったこのね四角いやつがちょうどのサイズでした。このピザ2個にありがてえ。というわけでいかほどのものかいただきたいと思います。乾杯。あ、めちゃめちゃあっさりしてる、めちゃめちゃあっさりしてる。うん、美味しいです。飲みやすい。あ、これって氷入れんでもよかったかな。ワイン自体キンキンに冷やしといた方がもしかしたらよかったかもしれませんね。というわけでプルプル震えている手で食べたいと思います。うん、この安っぽさ最高。うん、うまい。うん、すげえ飲みやすい。もちろん長野県伊予市、あの朝日さんが住んでるとこだから、長野県伊予市、伊予市産山ぶどうを使ってると。山ぶどうのワインだそうですね。結構変わってんやな。はるかなる山脈に育まれ、養分は何て書いてあるのこれ、もうね老眼で見えないんですよ。脈となり、経脈となりかな。山ぶどうはワインになり、人の血脈になり、脈々と受け継がれていくと書いてます。だそうです。だそうです。うん。飲みやすいワイン。今日はね、火曜、火、水、木、金、土、5日間飲んでなかったんで、6日ぶりの酒でございます。うん。あ、で、こういうピザいいね。こういうピザいい。うん。バーナーで焼いたとこの香ばしさ。宅配ピザとかね、本格的なね、そのピザ屋さんというかイタリアン行ったピザもいいかもしれない。こういうピザもね、美味しいですよ。これ3枚で300円してなかったと思います。うん、ちゃんとこういうね、飲みきれなかった時のために、栓をするやつがね、あるんですよ。中、酸化防止のためにこうやってね、空気の中を真空にするやつ。ちゃんとやってますよ、パテもそう。抜かりないです。とか言いながら、開けちゃうこともありますけどね。これ冷やしとこう。うん、もしかしたら氷で薄まってんのもね、ちょっとさっぱりしてる感じ。うん、うめえな。トースターで5分ほど焼いて、チーズのっけで焼いときゃよかったなと思ったんですけど、こんなに、ここ焦げちゃったな。焦げてる感じはなかったんで、ピザが。じゃあこのバーナーだろうと。これ2000円ぐらいなんですけど、
ライターのガスでも普通のガスバーナーのガスでもいけるんです。ここから入れて充填式お便利結構ね、うちのその元々あのガス、あのカセットコンロのガスとか、あのガスにつけるね、バーナー、カチカチできなくなってきてたんですよ。それでいたら1500円ぐらいするんじゃないですか。じゃあこれだったらね、壊れねえかなと思ってね。一緒かな。だからこの卓上にポンと置いとけるから、使いたいときに使いやすいかなと。今でこそこれね、ここにこれぐらいで感じ挟まるようになりましたけど、最初超硬かったんですけど、何回もねじ込んでるうちに使えるようになりました。おいしい。このサイズのピザとか多分女子とかにもありがたいんじゃないかな。あのよく言ってるこれぐらいの大きくて3、400円のピザ、あれ1枚1回焼くので大変じゃないですか。でもこれやったらね、女子やったら1食分とかでちょうどいいんじゃない。1食分でちょうどいいし、3回食べられるし、多分もこれあのチルド冷蔵やったんですけど、まあ、冷凍しときゃいいやん、最悪ね。1枚だけ焼いて賞味期限までに食べられなかったら冷凍しとく、そんな手もありなんじゃないかなと、思います。昼にピザ食いたいところってね、あんまないんですけど、皆さんもそうかな、ピザ頼むって昼に頼むってあんまないんかな。夜に食べたい時ありますよね。今日は特にこのワインを飲みたかったんで、ピッツァってよかった。5日ぶり、6日ぶりの5日ぶりか6日ぶり、お酒美味しいです。というわけでごちそうさまでした。美味しかったです。